日本サッカー協会は10月9日、カナダ戦13日とチュニジア戦17日に臨む日本代表メンバーから、三オ薫、ブライトンが体調不良のために外れると発表した。代わりに奥抜き漢字、ニュルンベルクが招集されている。フォト、カナダチュニジア戦に挑む日本代表招集メンバー26人を一挙紹介。第二次森保ジャパンでは、 先月のトルコ戦を除いて6試合中5戦に先発。左サイドで崩しの急戦法を担ってきたアタッカーの欠場決定に、ファンからは次のような声が続々と上がった。不参加間時間明らかにしんどそうだったもんな、いないのはかなりでかい。普通に目玉選手だし、最近出ずっぱりだったから心配だった、酷使されてきただけに休めることになってよかった。本心は残念の一言、 でもシティ戦控えてんだもん、ブライトンで活躍する三マを見たいから涙を飲むよう、疲れて苦しそうな三マ選手よりも最高の状態で最高の活躍をしてくれる三マ選手が見たいので今はゆっくり休んでほしい。三マさんのいない日本代表は寂しすぎる。でも、過密スケジュールで体を酷使してたし、休息も絶対、必要。今回の招集メンバーの欠場は、怪我の前田大然セルティック。 代替選手は川辺駿に次いで2人目となる。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。